焦ったな。圧縮が足りなかった。くそ、こいつ強い。おいおい、どういう状況だ。メカ丸、お前今までなんで。省エネだ。俺にはまだやることが。上層、赤血槍術か。知ってんのか。カモが同じ術式を使う。あの糸目の3年生か。ってことは弱点は知らんぞ。ゲッ、赤血槍術はカモ家送電の術式の一つとして重宝されている。血液を加圧し圧縮する白蓮、それによる鮮血や血沈で筋、中、炎全てに対応できるバランス力がその理由だ。失血しない上層に隙はない。有益な情報どう。もう弱点は知らんが、一つアイデアがある。なんだよ。まずトイレに逃げ込め。トイレ、なんで。説明は後でする。成功率は1割ってとこだ。すまんが失敗したら潔く死ね。ひっくんな。このままでも自利品で殺される。バカが、そこにあるのはトイレとエレベーターのみ。どこに逃げ込んでも袋のネズミだ。何の音だ。あいつは弟たちに勝っている。バカではあの二人には勝てん。そして突然現れたもう一つの声。何かあると考えるのが普通だ。油断するな。なんだ、来ないのか。弱虫なんだな。弟と同じで。殺す。本当にそっくりだ。三人とも兄弟思いで扱いやすい。残念だったな。今のが最後のチャンス。逃げ場がなくなったのはお前の方だ。白蓮が解けた。赤血槍術は術式効果を上げるため常時血液の凝固反応をオフにしている。そのため長層の血液は他のものより水に溶けやすい。加えて水にさらされた血液の中では浸透圧により赤血球が膨れ細胞膜が破れていく。血液の約 45% を占める血球成分がコントロールできなくなり、白蓮は解かれた。メカ丸の狙いは正しかった。今この状況下において長層は体外での血液操作が不可能となった。赤蓮躍動。ソイ、戦闘経験の浅い長層は自身に何が起こったのか理解していない。冷静に現実を受け止め血液操作を体内で完結させる。理屈はわからねえ。そんな聞く余裕なかったからな。だがこれだけはわかる。俺の土俵に持ち込む。